S か M かといえばもちろん S だ。それでは6時間以内に投票をお願いいたします。秋山さん、なんか気づいたか？ S と M って何ですか？まあディフェンスかオフェンスかの違いみたいなもんだ。 S が攻め、 M が守りって考えとけばいい。じゃあ私は性格的に M ですね。おい、大丈夫です。最初に決めた通り次の投票は Yes に出ますんで。だから私は S ってことで。いや、そういうんじゃなくてさ。何ですか？あんまりそういうこと言わない方がいいと思う。そうですよね。待て。はい。やっぱり君は M だ。やっぱり M ですか。とにかく君は脳に入れろ。俺が代わりにイエスに入れる。